さんこんにちは。今日はデザインフェスタカフェを紹介したいと思います。原宿のど真ん中にして自然に囲まれた空間となっております。そしてこちらがなんとザクロの木。春を過ぎるとオレンジの花が開花し、秋になると実がなり季節を感じられます。ギャラリーのイースト館とウエスト館のちょうど間にあるので休憩にも最適です。そして壁画もあちらこちらにあるので、アートを見ながら食事を楽しむことができます。それでは早速カウンターの方に行ってみましょう。カウンターここでは世界各国の珍しいビールがたくさん取り揃えてあります。ビール好き必見です。こんにちは。こんにちは。おすすめって何かありますか？はい、おすすめはランチセットのおむそば飯でドリンクがついて750円です。ではこちらお願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。すごい美味しそうです。早速いただきたいと思います。ボリュームがあってとても美味しいです。彩りも鮮やかですね。こちらの料理はご飯と焼きそうめんをソースで炒めて卵をのせたものです。夜はバーになるのでまた違った雰囲気が楽しめます。皆さんぜひ来てくださいね。ぜひ来てください。